始まりました。水&遠いに聞かせてチャンネル。MC の大川遠い、そしてはい、水さんこと大塚水江です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さあ、まずはなんですけれども、チャンネル登録お済みでない方、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。そして、この動画、この番組ではおなじみというかね、まず高評価押してから見ていただくというね、そういうしきたりがあります。決まりがね、ありますんで。というわけで、今回もやっていくんですけれども、水さん、今回の方は、割と水さん、関わりがあるっていう話で。そう、でも関わりあったんだけど、はい、ちょっと連絡先がわからなくなっていて、あらららら、はい、川田妙子さんに教えてもらっちゃった。なんかうちのこの動画って千恵さん、幸次郎千恵さんか妙子さんどちらか頼みでね。本当にそうなの。今回は妙子さん頼みで来ていただいた。ってことは、まあそれ、まあそれ系って言ったらあれですけど、なんかね、系統がというか。なるほどなるほど。じゃ、そういった話もね、聞けたらと思いますんで、はい、早速お呼びしてみようと思います。いきます、はい、今回のゲストは、この方です。どうも、いつか人間になりたーい。今日も元気いっぱいです。小桜悦子です。よろしくお願いいたします。それ系ですよ、それ系。それ系、ごめんなさい、ごめんなさい。いいです、本当にそうだから。すごい言葉選んだんですけど、もう、出てきちゃう。語尾になんか、何かにゃんとかなんかつかなかったり、はい、日本語喋ったりっていうのはなかなかないので、はい、なかなか人間はなかなかやった。いや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 、でもじゃあさ、数少ない人間を私たち一緒にやってるよ。そうだ、石田だ。そう。あれはでも人間だな。まあ、すっごいデフォルメされてはいますけどね。あれはあれでというか。中学生だよ。彼女は人間だったね。あたしんちの石田と、で、ナスオくんで共演なさってる。同級生だよね。そうそう。他には、まあ、その人間がなかなかっていう話あったんですけど、もう見てる方もね、ほんとおなじみの役たくさんなさってて、この説明するまでもないかもしれませんが、ああ、妖怪ウォッチのジバニャン。そうですね、ソニャン。おお、聞こえたよ。ぽい感じ、ぽい感じ。なんか妖怪が。今のも妖怪のせいですから、聞こえたら。私のせいですね。そう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 。そうです。はい。あとは、ケロロ軍曹のタママとかね。そうです。タママです。あ、買わないから、毎回。いやいやいや。あとは、世代でいくと、ミルモデポンのミルモですよね。ミルモデポン若い子になっちゃうんですよね。懐かしい。あ、そっか。世代、あ、そんな若いんですね。いや、若くないですけど、若くないですけども、さっき伺ってる分だと、水さんと出会った、知り合ったのが、天地無用の領域をなさった時に、天地無用で知り合ったってことですか？そうか。でもなんか、あの頃私デビューして、多分2年目とか3年、なんか結構ほやほやだったので、テンパってて、あんまり周りのこと覚えてないかも。わかる、そういうのあるよね。テンパってるとね。天地無用エピソード、水さんと全く同じこと言ってますね。テンパってて。でも、えっちゃんすごいいい役でね。まあまあ、ね、領域で。ね、あおって、まあ、あれもそういえば日本語は喋らなかったんですけど。そうそう。特殊はちょっと場合だけ喋ったりしたけど、まあ基本的にはね。そうそう。違うな。というね。まあ改めてなんですけれども、今回は小桜悦子さんにお越しいただいております。はい、よろしくお願いいたします。小桜悦子、川田妙子、日高のり子の周年ライブ、来てねー。ちょっと早速、まあ、側からとか言ったらあれなんですけど、一個その役どころの話を伺いたくて、はいはい、作品のアイコニックな役を、それこそジバニャンだったりとか、ミルモもそうですし、あとはナナミちゃんって、ね、ナナミちゃんもやってたじゃないですか。あれもかなりもう、アイコンとしての、キャラクターとしての。ね、NHK の BS のキャラクターなんですね、ナナミちゃんはね。はい。そういう役を、こう、たくさんやってる方って、まあ、ほんと限られるかなと思うんですよ。だから、そういうのを演じる時の、心構えとか、どういう気持ちでやってるかっていうのを聞ける方がやっぱ限られるなと思って聞きたくて。どうだろう。なんかでも、出発が、まあ、最初はまあ、ネズミの役だったんですけど、川田妙子さんと一緒にやっていた、小さなお化け、はい、あっちこっちそっちっていう、シリーズがあって、双子のネズミのチトキっていう役をやっていて、まあ、でもマスコットっていうか、それはでもみんながマスコットみたいな役だったので、マスコット的なのっていうと、あれか、お母さんと一緒とかなのかな。心構えか、なんだろう。はい、なんていうんですかね。勉強にならない答えで申し訳ないんですけど、多分何も考えてない。すいません。なんかもう、もらうものがそういう、いただくのがそういう役なんで、なんか、それしかやってないっていう感じなので、逆に、だから人間やるときの方が、すごい、考える。この人何歳で、どういう、で、どんな生活を送ってる人なのかな、とか。じゃあもう、割とそのキャラクター的な役は、もう自分のままというか。うん、まだ最初は自分のままやっ
あまり考えずにやってみて、でも監督さんとか音響監督さんとかが指示を出してくださるので、それで変えていって最後出来上がっていくっていう感じですかね。そう、なんかその確固たるなんかなんていうのかな、そのアイコンとかマスコットだからこうしようとかは考えてないかな。でもなんかこうスタジオでのでもあり方とかとしてはお芝居とかわかんないけど、明るくというか場を楽しくしようかなとかはちょっと気にはしているかも。あんまり黙り、まあ役柄的にもあんまり黙り込んだり思い詰めないといけないないんですけど、みんながパッと明るく面白くなった方が、まあギャグものも多いんでねわーって面白くすることはちょっと気にするのかな、もしかしたらぐらいですかね。はい、そういう作品っていわゆる主役がいて、もちろんご自身が主役っていうパターンもあると思うんですけど、相棒ポジとかそのパートナーポジみたいなことあるじゃないですか。そうそう、どっちがいわゆるその座長的な動きをするんですか、やっぱ主役の方。いやでもその声優さんの性格によるのかな。例えば妖怪ウォッチは、まあ、ケイタ君って松はるかちゃんが主役なんだけど、彼女は控えめとか喋ったりもして元気だし、引っ張っててもくれるんだけど、すごく若いし、私とか関君は先輩代わりとかついたりするので、はい、なんか立ててくださるというか、ちょっと引いてくれてて、なんかで関君もなんか元気な時は元気なんだけど、はい、疲れてる時は疲れてる、はい、そうなんですね。まあテレビの映像収録でそのまま本間中に寝たっていう逸話ありますからね。いつも隣でさ座って寝てたからさ、大体何カット前になったら私が起こしてるんですよ。最近は知らないんですけど、ちょっと昔はね、忙しいその頃はヒートの頃は。なるほどなるほど。妖怪ウォッチに関してはそんな感じで、なんかみんながマイペースなのかな、あんまり私もでも、あ、じゃあちょっと元気よくしなきゃとか、みんなに話振らなきゃっていうこともなく、喋りたい時みんなバーって喋ってスーンって黙ってとか、いろんな感じなんだけどっていう現場もあれば、ポケモンとかはなんか私は光のシリーズのダイヤモンドパールの時にポッチャマ役をやったんですけど、豊口めぐみちゃんが、まあ、実際に新人じゃなかったけど、やっぱりね初先輩方がガッと固めてきた、はい、すごい大きな作品なので、うん、でそこに私とめぐみちゃんがポッと入ってくる感じで新しく始まったシリーズだったから、なんかその時はちょっとめぐみちゃんも緊張したりしてるのかなと思って、で私はなんかそれ前からポケモンに別の役で出させてもらったり、ポケモンのメンバーと個人的に仲良しというか遊びに行ったりすることもあって知ってたので、習慣とかつなぎってことじゃないけど両方と喋ったりとかみたいなことはあったかもしれない。今になって思えばで、ね、当時考えてたわけじゃないけど、なるほどなるほど、初っ端とかはね緊張するので、あ、意外と意外とというかそういう、はい、立ち回りをなさってる時もあるんですね。たまにはあったかもしれないですね。小桜悦子、川田泰子、日高のり子の周年ライブ来てね。はい、じゃあそんな中でですね、またちょっとそこから転換してジバニャンって作品としてそしてキャラとしてかなりボーンといったと思うんですよね、傍から見てて。来ましたね。その頃の意識の変化とかなんか環境の変化みたいなのって どれくらい変わりました？最初始まった時はレベル5さんとしてはもちろん気合い入れた対策でどんできたと思うんだけど、はい、そんなにやってる方法はなんていうか、まあ普通の一つの作品でメインでやらせてもらうし楽しいし内容も面白かったんだけど、あんなふうなブームになるとやっぱやってる時はやり始める前は思ってなくて、でも放送が始まる日におはスタにゲストで呼んでいただいて、大きな着ぐるみの地場に入って、でまあ生当てってことで現場で当ててて、その日たまたまなんか小学生の子供たちが一緒に出てったのね。その子たちがすっごい地場に興味を示したの、なんか、あ、ちょっとなんか可愛い、何これみたいな、まだ放送もしてないのに、なんか結構来るのかなと思って、そしたらその後週を追うごとに視聴率がこんなになりました、こんなになりました、すごいになってって、本当によく芸能人の方がよく言うけど、全然連絡なかった友達とかから連絡が来るようになってなんか電話で親戚の子になんか言ってもらえるとか、あまり今まで、まあ、なくはなかったけど、コーナーを一気に買ってきたのは初めてで、なんていうのかな、時流に乗るというか流れに乗るっていうか、ヒットしてく時ってこういうんだ、こう目まぐるしくいろんなものが動いてきてどん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 登ってくんだっていうのは中では感じてましたね。それまでも代表的な役あったと思うんですけど、うん、それでもそういうの実感するぐらいだったっていうことなんですね。やっぱ妖怪ウォッチはちょっと特殊でしたね、まあ、なんか割と私ありがたいことになんか10年単位にそういうこと見るもも割とヒットした作品、ケドロもあったり、はい、それもお母さんと一緒があったりとか、なんか割と節目節目に大きな作品、ポケモンとか出させていただいてっていう感じで来てたんだけど、妖怪ウォッチはやっぱり全部塗り替えた、まあ、なんか誰だっけな、日高さんだったかな、じゃあ新しい金脈を見つけたわねって言われて
小林優子さんにもなんか、うん、持ってるねーじゃんってやっぱ言われたから。へー。あ、そう、一個面白かったのが、神田明神さんで、ヒット祈願みたいな感じでご祈祷をしたんですよ。で、その時、うん、初めてジバニャンを目にした時だったんだけど、なんか、ジバニャンに集合ってなってどういうことと思ったら、あのでっかいジバニャンがいて、うん、そこにみんなで集合して、で、ご祈祷したんだけど、その時に、はい、あの、神主さんが、まあ、うん、妖怪ウォッチアニメヒット祈願、映画妖怪ウォッチアニメヒット祈願、映画になるのみたいな感じで、そこでみんなで初めて聞いて、神主さんが無理で上げてるのに、ざわ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 、映画って言ったよね。なるほど。みんな知らなくて。知らなくて。あ、だからこう、日野さんの先見の明っていうか、まだ本当に全然始まる前だったのに、映画まで見据えてこう、で、本当にいいタイミングで映画も始まったので、当時なのかな、前売り発売のなんか新記録を。自立したりとか、なんか新しい売り上げのとかで、あのタイミングだったからね、波に乗れたと思うけど。で最初、私あの、パイロット版っていうんですかね、その、ゲームになる前の段階からジバニャンは、私はやらせていただいていて、ジバニャンって掴みきれないみたいなキャラクターとしても、どうやってやったらいいかわかんないみたいな感じですごい手探りだったんだけど、なんかチームワークだったのかね、やっぱりその音響監督さんはじめ、キャストのみんなとかが、なんかいい感じで盛り上がって、でお芝居もアドリブとかもどんどん入ってったりとかして、ここからすごいジバニャンが作れたなっていう感じはしましたかね。なるほど。小桜悦子、川田泰子、日高のり子の周年ライブ来てね。いやですね、水さん、うん、そんな小桜さんなんですけれども、うん、どういうつながりがあってとか、なんか思い出的なことってあったりします？水さん、思い出も急な無茶ぶりなんですけどね。私んちかね、やっぱり一番あって、うん、天地無用の時はお互いいっぱいいっぱいだったので、もうなんかそうそう。でも私、えっちゃんはさ、やっぱりさっき聞いていいって言ったから言ったけど、ドボン君と結婚したのがうちの夫なんですけれども、ドボン仁と言いまして、今の私と一緒に会社をやっているリルポーター所属の声優なんですけれども、うんうん、番組で一緒だったとかね。そうそうそう、番組で一緒で、それでまあなんか仲良くなってみたいな感じだったけどね。どこが好きだったの？恥ずかしい。どこが好きだったの？ねえねえ、ちょっとどこが好きだったの？ねえねえ。まあまあ、優しいところと言うことだよ。ねえっていう。そう。まあ、それが思い出ってか、うん、思い出かどうかわかんないけど。思い出っていうか、みずさんからのね。そうそう。優しい、優しいもんね。優しい、そうだね。優しいね。ありがたいですよ。でも彼がいなければ生活も成り立たないので。え、そうなの？全部やってもらって。ご結婚なさって、かなり、まあ、その、小桜さんの生活自体、変わった感じですか？そうなんね、楽になりました。人間やってくれることが増えた。でもそれは一番よね。それ一番よ ね, ね。結婚してカリカリするんじゃなくて、結婚して楽になるって。本当本当。幸せ。本当にありがたいことです。じゃあ事務所を一緒になさってるのも、その力があってみたいところですか？うん。あの、経理のこと、まあ、経理、税理士さんとか経理の方入っていただいてるけど、はい、本当にあの、細かい話だけど、毎月の請求書を作ったりとか、なんか、打ち込んだりとかは全部夫がやっているので、私は全く何もわかんない。毎月お給料いただいて、あ、この範囲内で洋服を買えばいいんですね。まあでも会社になってからやっぱりすごいシビアな話ですけど、やっぱ経費で落とせるもの落とせないものがあるので、あんま買ってないかも。やっぱりね、あるんですよ、会社は。いや、大変なんですよ。社長なんでしょ、一応、えっちゃん。あ、私が一応社長。ならではの苦労ってあります？どうですか？コースぐらい。でもなんか、いや、あんまない。なんか、フリーダンスみたいな感じを、でも、はい、夫婦二人で会社としてやって、助け合ってるって感じなので、だまあ、ほんとほら、そんな、たくさんいろんなところとね、あの、お取引するとかでもなくて、だってね、決まっていて、声優のお仕事でっていうことなんで、うんうん、そんな、うん、苦労とかはないかな。今でも多いよね、ご夫婦でやってる方とかね。そうですよね。うち出ていただいた。あ、僕も今想像してました。そうそうそう、うん、でも、聞いてる感じだと割とその、まあ、小規模でっていうイメージがありますけど、なんか今後の展望とかあったりしないんですか？事務所的にでも、個人でもっていう。なんか、結構思ってたことが、あんまりこんなこと言ってちょっと良くないかもしれないけど、どんどん叶っていっちゃうので。いやいや、良くなくないじゃないですか。すごいよ。なんかあんま大体できたんで、なんだか私ね、7、8年前かな、嵐が、まあ今でも好きだけどね、嵐さんが、グループの嵐さんが大好きで、生まれ変わったら嵐になりたいって思ってた。でもその、嵐が好きとか誰かと付き合いたいじゃなくて、なんかあのグループ感とか、楽しそうじゃないですか。それぞれご苦労あるだろうけど、お仕事も楽しくやっていて、仲間の感じも素敵で、ああいう風なお仕事の仕方ができて、あのメンバーの中に生まれ変わったら入りたいよと思ったら、数年後、妖怪ウォッチで紅白に出て、嵐のメンバーになって一緒に歌った。
ですよ。あの時そうですよね。そうだ、夢って叶うだなと思って、もう 来世で叶うはずの夢が今世でも叶ったなと思って、したらもうなんかないな、特に夢って思っちゃったんだよね。だって嵐になりたいの夢がいたって、それを超える夢ある、はい、思いつくそれ超える夢なんか語れる。いやまあでもね、そこで一生分の運を使い果たしたってならないように、もう今はこそこそコツコツで生きてますよ、シクシクと。いやもうどんどんこれからどんどん行くよ、どんどん、うん、やっぱりえっちゃんもだから思いの念が強いタイプだよね。そうなのね、見えるかな、この親指のところに、うん、仏の目って言うんだけど、うん、第一関節、うん、ここが、うん、ちょっとズームだとうまく映らないかもしれないんですが、そういう手相があるんですか。そうなの、ここのところにね、仏の目って親指のところが目みたいになってる人がいて、こういう人って願いが叶いやすいんだって、私両方ともなってる、両方なってる、じゃあ皆さんも仏の目ねある方いたら、もしかすると願い叶うかもしれないですね。叶うかもしれないです。もちろんそうじゃなくても可能したら叶うと思うんですけど。そうですね。これがないとってわけじゃないですからね。そうですよ、はい、なんか大器晩成って占いで言われたことがあると、死ぬまでじゃあ大丈夫じゃんと。こっからさらに晩成していくんですか。ね、晩成したいですよね。私がしなきゃいけないことは健康に気をつけて長生きすることだよね。だからね。ああ確かに。ね、早く死んじゃったら今が晩年になってしまう。そうそうそう。今もうそうだそうだ。長生きします。長生きしてももっともっといくね。もっといきますね。はい。ああというわけで本当あっという間だったんですが、そろそろお時間かなというところで、ありがとうございます。はい、今回告知していただける内容があるってことで、ぜひじっくり伺えたらと思いますが、はい。お願いいたします。私が30周年なんですって、全然覚えてなかったんですけど川田妙子さんが35周年なんですね。あ、そうですよね。木田のり、はい、のり子さんが40周年ということで、3人でまとめて周年記念ライブをやることになりまして、それがですね、11月の6日にですね、 JG ブラッドサウンドオブ東京、はい、渋谷セルリアンタワー2階にあるそちらのライブハウスさんでですね、歌って笑っておしゃべって小桜悦子30周年、川田妙子35周年、木田のり子40周年記念ライブというタイトルでライブすることになりました。よろしくお願いいたします。チケット絶賛発売中でして、オープンが18時、スタートは19時、終演は20時30分を予定しております、うん、まあ、緊急事態宣言も明けて、まあでもね、11月また分かんないけど、できるだけ楽しくみんなでね、できる方向で進んでいくと、お店はホームページ見ていただければ分かりますけど、感染症対策はバッチリですので安心して、あと配信もあるって書いてあったよ。書いてありましたね。書いてあるよ。だから、これを見てる人結構ね、全国の人もいるので、はい、そうなんですよね。そう、東京で来れない人は、そう、配信あります。ぜひお願いいたします。はい。うん、っていう感じで、はい、あと、現在放送中のものを言ってもいいですか？もちろんよ。ありがとうございます。先ほどがちょこちょこお話出ていた、アニメ妖怪ウォッチが、テレビ東京系6局ネットにて、毎週金曜日18時25分から放送中。そして NHK なんですけど、土曜スタジオパークという番組が毎週土曜、13時50分から NHK 総合で生放送なんですが、ちょっとお話出たななみちゃんというキャラクターで、大体スポーツ中継とかがなければ毎週放送してますので、そちらもぜひお願いいたします。あとはみんなでどーもくんっていう番組に、これもななみちゃんなんですけど、出演してまして、これは E テレで毎月第1日曜朝7時25分から放送中でございます。はい。ああ、これはもうちょっとちゃんと言わなきゃと思ったんで緊張しましたけど。ありがとうございます。はい、じゃあそれぞれチェックできる URL は概要欄に貼っておりますので、ぜひ。ありがとうございます。はい。もう本当にもっと聞いてたくなるっていうお声で話も伺いたかったんですが、あっという間の時間でございましたが、今回楽しいと思ってくださった方は高評価、そしてチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。コメントもよろしくお願いします。お願いいたします、うん、改めまして今回ゲストには声優小桜悦子さんにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは皆さん、さようなら。バイバイ。